日本全国つつうらうら、コクヨの商品を取り扱っているお店や会社を訪問するあの町この町コクヨのある町。私はリポーターの津川明美です。今回お邪魔するのは、四国で文具を買うならここと評判の文具生活高松店。香川といえばさぬきうどん。いやいや、それだけとちゃうんで。香川には心安らぐ瀬戸内の風景や、その他にもええとこがよっけあるけん、番組の最後に紹介するわな。ではまず文具生活さんに行ってみましょう。ここが文具生活高松店。大きな看板が目立っています。それでは早速中へ入ってみましょう。うわー、広いですね。高松店は大きく3つのゾーンに分けられています。まずは一般文具コーナー。ここにはシンプルで使い勝手のいい文具が勢ぞろい。香川県の中でも有数の品揃えとなっているそうですよ。こちらは和の文具コーナー。本格的な筆やさまざまな和紙など、日本の伝統が息づいた文具が集められています。趣味に活かせそうな品揃えですよね。そして画材とコミック用品のコーナー。ここはプロユースを視野に入れた厳選されたラインナップが自慢。本格的に絵を描く人もこの品揃えには満足いただいているようです。幅広いターゲットから支持されている文具生活さん、その成り立ちを社長の住田さんにお伺いしたいと思います。住田社長って普段もこう店頭に立たれたりなさってるんですよね。はい、先だってちょっとお話をお伺いしたんですけども、その方がおっしゃる中には、私は社員長だというお話を聞いたんですよね。社員の一番上に立つ人であって、決して社長というような偉い方というんではなく、率先してですね、頑張っていきたい。ですから、あくまで現場主義で仕事をしています。お客様を 100% 満足させることはなかなか難しいんですけど、 80% の満足、それを一つの目標の数値として考えて商売をしております。私自身の生まれがですね、商店街ですので、ぜひ、商店街に帰って商店街にも花を咲かせてですね、いい商売ができればなというのを一つの夢として思っています。高松店のセールスポイントはどこですか？セールスポイントはたくさんあります。ぜひスタッフに聞いてみてください。ではお伺いしてみましょう。スタッフが一人一人向上心を持って、どういうものが欲しいのかというのをお話しして、それに見合ったものをお渡ししていくのが私たちのお仕事なので。文具生活さんってどんな場所ですか？趣味の中でもそうなんですけど、楽しめる空間です。いろいろなものがありつつ、でも大切な方に送るときにはすごく素敵なものを送れる、なんかいい場所だと思います。今日も素敵なもの見つかったんですか？見つかりました。よかったです。どうでしたか皆さん、一般の人からプロまで納得がいく品揃えの文具生活高松店。近所のお店という親近感がありながら、遠方から足を運んででも来る価値がある、そんな文具店でした。さて次はどこの町に行きましょうか？そしてそこにはどんな文具店があるのでしょうか。皆さん次回をお楽しみに。津川明美のとっておき観光スポット。観光名所がたくさんある香川、中でも私のおすすめは栗林公園。仕事に疲れた時などは公園内を散策したり、おいしい抹茶と和菓子を食べて気持ちをリフレッシュさせています。香川にお越しの際はぜひ足を運んでみてくださいね。栗林公園とうどんと文具生活、これが香川の三大名物ですよ。